はい、ひと月清水です。本日はですねまあ維新のねあの立てた知事の斎藤元彦さんとんでもねえやつですよねもう前回派からですね、えー、もうお前やめろと言われていてでかつありとあらゆることが事実にもかかわらず、えー、それはあのいまだに嘘八百であるというような姿勢をですね、崩さないというこの意味がわからないで、そんなねあの斎藤元彦を応援したのがまあ維新。 ね、日本維新の会という政党なんですけどその日本維新の会やっぱりな泥水の中からハスの花が生まれるっていうのは植物だけの話で所詮は泥の中から泥みてしか出ないんだなということがですねよーく分かった、えー、事件が1個起きました、えー、それは何かというとですね「えー、地域保つ」というね、えー、容疑者がですね 元日本維新の会で不同意性交の疑いで逮捕中学校1年生の女子生,え女子生徒に対してピーしたと容疑は現在、否認中であるとでい,ういうふうに言ってるんですけどあの何を否認しているかっていうとあのピーはしていませんよとだけど2万円渡しておじさんとカラオケに行っていいことしないふふみたいなことは認めているというですね もうなん,なんこいつ58歳やで下手すると孫とかでこの年齢いるかもしれんぞ早かったらいるんじゃないいやもうありえない気持ち悪いというのがえっ、ー、とーねやっぱこんなのが議員まあちなみに元ね議員ですけどいやまあいきなり議員辞めてからこういうふうになったってことはなくって前からそれそういうもんでしょうと。 っていうのがあの思ったら現役もやらかしていてですね、えー、この実は、この百条委員会でも追及されているですね西播磨の元県民局長の方がお亡くなりになった件で、えー、維新の国会議員が個人情報をですねリークしていたという話も出てきました。でこれもまたやばくって でこの極めてこれ深刻なあの問題なわけなんですよね。でこいつもまたあの議員であると日本維新の会の議員であるとっていうことがですねこう分かりましていやなんかもうこんなんばっかりなの、うん、こんなんばっかりいやまあこんなんばっかりだって知ってたけどいやまあ本当にねあのちょっとこういうやつらばっかりがね立てた知事は広くでもなかったんだなということがよく分かると。 いうことで、えー、本間さんよろしくお願い,いたします。ししくお願いしますっていうかあのもう、耳を疑うとはまさにこのこと、13歳ですよ、皆さん。んちょっともはまあまあまあ、あの、こういう事件が頻発するのは、維新の通常運転でさ、まああそうやあのなんかここ1か月ぐらい、なんかあんまり事件が起きてなくて。うん どうしたんだよ自身元気なくなってきたなって思ってたわけよそうなんやけどでもこの人さえっ、ー、とんでも13歳は今までなかったでしょいくらなんでもなかったような気はするけどいやいやなかった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 いくらなんでもあったら覚えてるって <laughs> えだってさな何やってるわけよ一体さえっとじゃあちょっと TBS のニュースをね 見ていくとですねこの「独自元衆議院議員地域保つ容疑者元日本維新の会を不同意性交の疑いで逮捕」「中学校1年生の、えー、女子生徒にピーポーコーというふうに書いてるんですけど、まあ、まずあの何を否認されているのかなんですがまず容疑としてはですね、えー、この地域保つ元議員がですね、えー、中学校1年生の女子、えー、生徒に「 性的ピーを加えた疑いで逮捕されたと。で、えーまあ、2021年まで所属していた議員であると。で、8月の中旬、東京・歌舞伎町のカラオケ店で、中学校1年生の女子生徒にピーを加えた疑い。まあ、要するに、これ、ピーというのは、うっふん、嫌んなピーなんですけど、あの、ちょっとあの理解不能、理解不能なんですけど。 不だよね中だぜ中学校1年生やでああって感じだよなまあだからロリコン趣味なのいやちなみに清水さんは18歳でも20歳でも無理でございます22歳でも無理だななんかその、ね、学生とかだったらさもう無理って感じが私はしますけど なんか想像の斜め上ってかいや下いやもう異次元いや下だな中学校1年生なんかもう想像の羅違いですよいやちょっと性的対象には見えないよね若ければ若いほどがいいっていう風潮が男性の中にあるのはわかるがいやそれでもせめて成人、うん、いや二十歳とか。 私それでも私なんか子供で無理無理って感じするけど13歳っていやもうこれはさ、うん、特殊な趣味なんじゃないのでそういうほうが好きっていうまあそれがまず疑いなんですよね、うん、で、うんえー、警視庁によりますと新宿に遊びに来ていた女子生徒に地域、えー、容疑者から声をかけ一緒にカラオケ店に入店したと見られる。 取り調べに対して椎木容疑者はカラオケボックスに女の子と2人で入りましたが「PE はしていません」はい、と容疑を否認している 2>, 2人で入ったのかいやもうその時点で危機管理だってなさすぎでしょいや相手が二十歳だろうが女性と2人でカラオケボックスに入るって私無理うーんいや <laughs> ある程度仲良くなってる女の人だったらいいよ でしかも遊びに行くとかだったらいいけど、ね、13歳ですよすごいよね。だってもう例えば私が13歳の女の子連れてカラオケボックス入ってるところを写真撮られたとしましょうよ。いや本間さんが13歳の女の子連れてでしかもその女の子は2万円あげるから遊ばないっていう。いやもうそれで中で何をしてようがもう。 じそうねだってそれさつまりなんかこうフラフラしてたガキをさに女の子にさ、うん、2枚あ2万げるからって、うん、まあつまり安く。 あげようっていうさ下心がまあ,あったわけだよ間違いなくまあもしそういう僕ってもちょっと言うのもおぞましいですけど13歳に対13歳っていうのを1回置いといてえー、っと自分の欲望を満たしたいと、うん、いう時に2万円で済ませたいと、うん、でしかもほらカラオケボックスだからさ ホテル代なんかに比べたら全然お安いわけじゃん。まああれか。あの多目的トイレじゃないだけマシでしょっていうことうんそうだよ。まあそういうもんだと思う、これは。気持ち悪いね。で、もし、で、多分だけど、他にやってるな。いや、そうなんだろうね。この一件だけじゃないと思うよ。うん この一件がバレたのは多分そのやられちゃった子が訴えたからってことだと思う。それでうん、うん、シーカーも彼にたどり着いてるっていうのは電話番号を教えていたりとか。そういうことだよね結局ねそ。そうね。 今日は、今日はあれだったけど、また今日は、あの、うん、うんと、ちょっと驚いたかもしれないけどお、またおじさんに電話ちょうだいとかって言ってさ、また電話番号とか教えちゃったからこうなってるわけだまあそうでしょう。抵抗等は、他に余罪もあり得るよね。訴えられてないだけで。だって18歳以下とはしちゃいけねえわけだろ、だってよ。なのにこれ、ちょっと、 いやーこれ怖これほこれを掘ってくと結構怖いかもよ。いやこれ何が怖いかって維新の議員だった頃は本当に何もしてないんですよね。そうだ。うん。余罪が一体何年前からあるのかとかさ。まあジュ怖いかもしれないぜこれ。まあこのシーキタさんという人は58歳で、 えー、東海大学教養部を出た後に山一証券に入ってで山一証券あの破綻したやつ100 1997年に、うん、でそれで、えー、次にあの退職してからうわっおっと何かあった退職してから逮捕されてる再就職先が小中学校です <laughs> <laughs> うわなんかにわかにゾワってくるけどちょ,ちょっとややば <laughs> これはやばいかもよ山一証券に入社して退職した後に茨城県の公立の小学校中学校および高等学校私立学校の教員になる <laughs> なんか だいぶてとしてるねここから見るだけでえー、っと1個2個3個4個点々とされていますのでしかもあの公立の学校を点々としてるだけじゃなくて最終的には私立に行っていると。うん,うんえー、ちょっとなんか大丈夫 <laughs> なんかな 大丈夫ない感じがプンプンとしてきたいやこれは厳しいね。だってさ新宿でしょ、うん、新宿で声かけたわけでしょ、うん、声かけて一本釣りしてたわけじゃん。なのさその日急にひらめいてあっやりたい生ま,生まれて初めて中学生に声かけた。 それだけでもダメだけどダメです生まれて初めてかって考える方がなんとなく変なんとなくさ、うん、なんとなくありえないよね、うん、いやそのだって急にねあのご人生58歳にして俺は13歳とやりたいという人間だったというふうに気づいていきなりそこで行動に移すってことはないだろう ないよこれは余罪出るんじゃねえかまあ警察がどこまでやる気になるかにもよるけどさなんかほらいろいろ聞き込むとさ、うん、このおっさんがあの毎日のようにその辺で声かけまくっていたとかさ出てくるかもねまあおそらく13歳でお金を渡して 行くっていうことは東横キッズだと思うんですよねあの歌舞伎町のねああ、うん、まあそれかたまたま歌舞伎町じゃなくて別のところ新宿に遊びに来たって書いてるから歌舞伎町じゃなくてね、うん、ん新宿の別のところで遊びに来てってでそれで声かけて歌舞伎町のカラオケボックスに行ったのかでもとにかくさ13歳とかにさ声かけるっていうのはさ、うん やっぱそっちの趣味じゃないと声かけないと思うよ、いくらなんでも。だって子供、子供だっぜ、13歳ってマジで。本当に。例えばさ、18ぐらいの女子高生とかさ、うん、ちょっと濃い夢に化粧するやさもうちょっと年食ってるように見せられるんじゃないまあ、あのー、それでも無理だな、私は。いや、まあ、それはでもさ、無理だけど。うん 13歳っていうのはちょ、13とか14歳ぐらいだとさ、どう化粧でこさえたってさ、これはわかるよ、やっぱり。まあね。俺に声をかけるっていうのは、これはやっぱり、まあ趣味がそっちだとしか思えねえな。で、余罪もあるかもしれない。うん まあいいじゃないまあよくはないけどあの謹慎らしい話じゃないのうんそうやまいのを集めてさそれで国会議員にまでなっちゃったわけだろしかも2期もやってんだろそうですその最中本当にやってなかったの <laughs> いやうーんまあなあんまりやってたろうって決めつけるのもなまあよくないがよくないけどさうん、うん、可能性はあるよねうん、うん まあ、ちなみにですねト横キッズの実態としてはですね、えー、これ2024年の朝日新聞7月16日なんですけどもあの新宿歌舞伎町には東横と呼ばれるところがありましてそこの一帯にはですねまあ,あの子供たちがたむろしてるんですよね。でこの日もですね、えー、っと3連休がありまして7月のね13日から14日に14歳から17歳の男女計21人を一斉ほどと。 でオーバードーズとかいろんなこう問題になっていてでそのうちやっぱり未成年今回の場合は16歳大久保公園で大春の目的の客待ちをして男性客とホテルに入ろうとした女子高生16歳がやはり補導されていたりするんですよ。まあいるだろうね。あんたこんなところ行ってるクソガキのものはさあ本当にしつけもなってないクソどもだではなく、えー、学校でもいじめられる家でも いじめられる要するに親からね愛されてない子たちが誰も助けてくれないからこういうところに行き着いているという現状でこういうところの現状だけ小池えり子が「あぶつは消毒だ!」ってブシューってやっても解決しねえからっていうこれこれ別の問題なんですけどそういうところにこの石本維新の会の元議員みたいなやつがやってきて「二万円あげるからやなんか?」っていうふうに。いやちょまあ 維新だから別に、ね、まあ正確にはもと維新ですけども維新<心>と言っていいでしょうでしかもなな否定している内容がいやピーはしてないから <laughs> ピーはしてねえけどカラオケボックスに2人で行ったで金を渡してナンパしたのも事実ですと <laughs> も<う>まあそれはあれじゃん パワハラはしてないからって言ってる。どっかの知事とえ一緒じゃね。えか。もうあの付箋は投げました。あ,、うん、あの大きい声は出しました。怒鳴ってなんか蹴ったりもしました。でも、私はハランスメントなんしてません。はい、一緒じゃん。全く一緒じゃんで、公益通報に関してはね事実かどうか関係なく保護しなければならないという風うにですね。弁護士に指摘されても、法律の解釈はいろいろありますからという風うにこう言う。やっぱ。うん 一緒なんだねやっぱりこのほら、維新マインドって一緒なのよ。すべて。ほんまやね。あれこの間なんだっけ、ほら。なんか、ホステスを追いかけてって、えー、自民党でございます。あれは自民党か。あれはあの山口大名大先生の息子さんであるああ山口さんあ。あれは自民党だった。あれはホステスを追いかけていって、よりにもよって、 あのお母さんと同居しているホステスさんの家まで行ってお母さんがインターホン越しに誰「誰この人?」って見てたらいきなり娘がこうジューっていう風にされて警察びっくりして呼んだっていうやばいやつあれは自民党員ですよでもあれは男女のの大人のトラブルですかそうねまだねそれだって問題になると思うんですよ それだだって十分問題になるんだよいやちなみに書類送検されてますからあ,あれはもう。なのにこっちはさらに輪をかけて未成年で未成年でも本当お前中1とかお前本当さなんかもうやっぱりあれじゃんあのこういう問題で逮捕される議員って圧倒的にまず維新 次自民党そうね大体いいこの2大政党がさ大体いいほぼほぼ二つこの2つでほぼ100%ぐらいだよね、うん、ほんとほの野党とかのもちろんないとは言わないよ、うん、ゼロではないが立憲民主党で何かあったっけ、うん、いやまあなんかあって<の>んかそんなあったかもしれない新潟県知事やってた米山さんも別にあれ逮捕じゃないもんね あれは違うよ。あれは別に自分の自腹でしかも彼独身だったし独身で自腹で風俗行ってど道義的責任を感じてやめただけでしょ。そう,そうそうそう。だもうやめなくてよかったじゃないの。真面目すぎるよ。別に逮捕もされてないのに。まあ、それが立憲民主党の売りといえば売りですけど。 だけどまあそれは下っ端の方まで行けやね県議会議員とかさ、うん、市議会議員で立憲だとかなんとかって言ったってそれでなんか問題を起こした人はそれはもちろんいるけど、うん、こもう国会議員とか元国会議員レベルでこういうことをやってるっていうのは、うん、まあほぼ自民と維新だよねやっぱね。うん、やっぱりなんかさ自分たちはちょっと特別だっていう特権意識もあったり特に自民党はそうだよね。うんうん 俺はいつも言うけど自民党はもうあいつらは貴族になってるから、うん、意識も維新<も>は違うよ維新は山犬だからね、うん、犬だからさまあでも最近私山犬にかわいそうだなって思いなってきたんですよ山犬ってだって絶滅した日本オオカミの別称ですからねうん、うん、日本オオカミまあでも日本オオカミみたいに絶滅してほしいような気もするが ただまあちょっと日本オオカミ、ちょっと上等な感じするじゃないですか。うん、ちょっとそうだな。やっぱりオオカミっていうとさ、オオカミやっぱりちょっとかっこいい感じがするよね。まあそうね。ただ日本オオカミはおそらく皆さんがイメージされてるオオカミとはだいぶ違います。だいぶ違います。うーん。まあしかし、確かに今、立憲民主党逮捕で検索しましたけど、議員が逮捕されたっていうんです、出てこないね。ねえ。うん国会議員とか出てこないと思うよ。 ちなみにですねそこは追加して今度は現職議員、えー、堀井健二<う>こいつが兵庫10区なんですよああ、はあ、選挙区加古川出身でああで西張真県民局長お亡くなりになったねあの方の情報を流しまくってたというですねいやお前何やってんのっていう感じなんですけどこれがあの問題になっててでこれ何かっていうと あのまあ先最初に見せたこの集英社オンラインの「追及不評語けん言い方を気をつけたらよかったな、えー、お亡くなりになった、えー、元局長の個人情報を維新国会議員が一般人に漏えいしていた」と。でこれ何が問題なのかというとまず権力者がねあの公的、まあ、例えるんやったら警察の捜査情報を勝手に。 あいつ容疑者かもしれないよとかっていうのを何らかの形で聞いておいて、でそれを勝手に知り合いとかにあの話しちゃったら、これ問題じゃないですか。警察も問題だし、その議員も問題ですよね。だからそういうようなあのイメージだと思っていただければ。しかも認めてるんだよね。であのこの堀議員はですね、なんか軽い気持ちで、なんか話したらなんか記者さんが喋ってたような気がするわとかっていうふに言ってたんやけども、なんか一回維新の本部 とか党関係者に呼ばれてから急に党の方針があるからコメントはできませんっていうふうに変わっているというですねざるざるこっちは現職です皆さんまあなんとも思っちゃいないのよ人様<腹>の人権とかさそんなものをなんとも思ってないわけで。 でそういう連中が集まっているのは維新っていうことだからねやっぱねまあそれの象徴が斎藤元彦か、えー、やっぱりまあそういうことになっちゃうよね、うん、今の彼を見ている昔の若い時の若い時というのは今でも十分若いと思うわまあもうちょっと下のね要するにその他のところで課長とかやってた時の彼とは 本当に違っちゃってるみたいで。同じですっててお前さん我慢してただけだから我慢してたて。そう,そうそうそう、我慢してただけで。表には出してなかったっそうそうそう。上に立ったら今度は俺がこき使ってやるっていうふに <laughs> 絶対思ってる。絶対思ってる。いやー、それがさ、うん、発露したというか、発言したというか、うんうん、変身したというか、うん、まあ。 まあでも結局はそういう素養を持っていたと。うん、うん、で維新という,というまあ一つの器が、うん、それがこう変身するこう機会を与えちゃったんだな。どうしてもさ本当にすごい。だってこの斎藤元彦を応援擁立したのって当時の菅義偉さんですから。で菅義偉さんってあーのずーっと。 まあ、安倍晋三の犬となってですねベロ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 靴をなめてきてで、えー、総理総裁になっても、まあ、結局ですねああの安倍晋三とか麻生に邪魔されてものすごく恨みつらみ持ってますからでそれで小泉進次郎を出して麻生派一掃してやってもう安倍派なんか消し飛ばしてやるっていう恨みをずっと抱えてるじゃないですかだからなんか怖い感じするじゃないですかスガーリンそれが推したのが斎藤元彦ですから、まあ、多分この2人は お互いあのずっと我慢してな靴舐めんのも大変やなちょって意気投合したいやと思うけどねそうかもねんでそれで何日本の元気は維新から政治改革経済発展国民生活の充実につなげる維新改革のノルしを兵庫10区から国民のプライバシーなんかどうでもいいうん国民のことなんか何も考えてないっててかお前国民やや国民生活とかって なんかなんていうかおめえも国民じゃないかよ、うん、もうそろそろ皆さんね皆さんっていうのはそういう維新の強い関西圏でも、うん、ここのところずっと維新は負け続けてきてるわけですまあもうやっぱりようやく皆さん目が覚めたうん、うん、山犬がキャンキャン吠えているのを今までは なんとなくキャンキャンっていうのは改革って聞こえてたみたいだけど、うん、改革改革改改革改革,改革って言ってるように、なんかそれ、空耳だかんね、うん、空耳でそう聞こえてたけど、金くれ、金くれ、金くれ金くれって言ってただけで、利権、うん、くれ利権くれんと。もう本当、こういう馬鹿はやめさせたほうがいいっていう。うん、いやー、これまあでも。 うん維新通常運転。あのー、また今月、これからもまだまだ逮捕者、いろいろ出てくると思うよ。今月レベルで出てきますかね。出て,出てくる、出てくる。いや、久しぶりになんかキモいの出たなで、しかも一応、元維新ですからね。そうね。最近、維新、逮捕者出なかったんですよ去年のあたりひどかったよ。だから維新関係者、逮捕者なんか毎月出てるなっていうイメージでしたねそうそう。ね、あったよね。うん なんかちょっとここのと静かだおかしいなって言ってたんだよね。うんうん、<laughs> ちょっと元気でなって言ってたのでやっぱりやっぱり捕まったっていう。でもさ、もう何回も言うけどお前中一とかに手出してって絶対余罪あるぜ。うんうん、なんか。ばれてないだけだよね。そ私は山一証券をやめた後に 小中高の教員をやっていたっていうのがちょっと教員をやった後に議員です議員だ、はい、すごいねなんかういうあれなんかよくかんないな教員をしかも渡る歩いてるってなあな,なんかねちなみにあのそういうことを犯して辞めたやつだっていうことは わからないんですよねまあ過去はね,過去はね今は変わりましたけど今は、まあ、法律が変わって、うんうん、閲覧できるようになってるけどねで学校も大ごとにしたくないからクビにするだけなんだけども、うん、まあそれで他のところで働いてっていうのを繰り返す、うん、パターンだったら怖いね怖いよあの小池百合子か高市早苗か上川陽子にンコ直近の刑を食らってほしいです いらないいやーっあっまあの死刑の犯行あの極刑の犯行ポーンっておっしゃったり飲み帰って「乾杯!」とかできる精神 <laughs> あれこそ鋼のベッタルだと思いますけど <laughs> ねえすごいわまあというわけでね、まあ、今日はちょっと斎藤元彦だけじゃないんだぞと。 最近ちょっとかわいそうだなと思って日本維新の会の皆さんが全然あの注目されてないじゃないですか支持率も下がり気味だしなのでちゃんと覚えてます一つ決まった斎藤元彦ばっかり取り上げてないですこういう人もいますよってしかも元維新のもうやめた方にまでフォーカスを当ててですねちゃんと皆さんないな俺たちちょっと偉くないもうちゃんもう維新愛に溢れてるわけですよね維新愛に溢れてるからこそこうやって取り上げるわけですよえっ これが誹謗中傷何を言っているんですかこれは愛を持ってやっているんですよ嘘800、うん、もしかしたら全てフェイクニュースに踊らされているだけかもしれません我々がでもそういうふうには見えないなこれは真実相当性があると思うな、うん、もうでこれも誹謗中傷だと思うんだったら、うん、日本維新の会の皆さんあなたの感性がおかしいとこう言っておきましょう、うん、今言ったような態度の1億倍ひどいのが斉藤元彦って感じですね うんまあ、実際斎藤問題どうなるのかこれ9月の11日にとってますけどついにあの後援会長のアシックスの,あの経営者の人までもうやめてしまってもうまさに何もかも味方はいないこういう状況でございますなわけで、えー、今日も読者「読書チャンネル登録といいねよろしくじゃねどうもはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですねえー、なかなか。 メディア、ラジオ。いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。